ヤンキースのゲリット・コール投手がマウンド上で見せた苛立ちに賛否の声が上がっている。打者の行動に腹を立てて頭上に球を投じ、最後は三振に仕留めて相手ベンチを挑発。20日に本拠地で行われたマリナーズ戦だった。ホセ・カバエロが打席を出たり入ったりしたことが気に食わなかったのか、直後にこの日の最速球をマーク、さらに頭の遥か上へ投げた。ベンチに戻る際には右人差し指を横に振りながら、相手ベンチを睨みつけている。米メディアジョムボーイメディアは、コールは投球間のカバエロのふざけた行動に苛立った。コールはお返しにその日の最速球を投じ、続いて打者の頭のかなり上に一球投げ、彼を三振に取った後彼を叱りつけたと伝えた。コールが指振る前にブーンが先に指を振ってなかったか？あれだけやられてもブラッシュボール投げんかったコールは偉いと思ったけどな。最後は三振取ったのもさすがやった。コールって学生時代から優等生で通っとるが、ほんまは同級生で仲の悪かったバウアーみたいに好き勝手行きたいんちゃうかと思う。なんかその狭間で苦しんでそうでインタビュー聞いとっても心苦しくなるわ。想像を超える暴投やったが、あそこまで無茶苦茶な球なら危なくないし警告としてはスマートやろ。審判の判定に対して高めの球を判定するのに、姿勢が低すぎるやろって監督が抗議の指振りしたのを、コールも右へ習いしたんかと思ったわ。こういうところがいざって時に出るんよな。何食わぬ顔で三振取ればええのに。沢村おってくさ。コールさんの宇宙開発。MLB でも宇宙開発が見れるとは。これが本場の宇宙開発か。コールにスパイダータックを提供してくれ。何とは言わんが粘着性の何かが必要なようやな。もう高めをストライク判定されることはなくなったな。 MLB 史上最高のポップストレートや。高めの速球さすがにフランカこらうてんわ。初めてメジャー投手の本気のポップするストレート見たわ。日本で構成せなあかんな。コントロールのなさ。